マサチューセッツ州ヒンガムの屋敷、サミュエル・リンカーンは、アメリカ合衆国大統領、エーブラハム・リンカーンの祖先。1622年8月24日に、イングランド王国のフォークのヒンガムで、エドワード・リンカーンの息子として生まれ、1690年5月26日に、イギリス領マサチューセッツのヒンガムで死亡した。マサチューセッツ州ヒンガムのサミュエル・リンカーンで裕福な、 祖父が親を感動したため、貧しい家庭で育った。イングランドのリッチのフランシス・ローズの下で見習い、職行になった。父のエドワードは、祖父、リチャードの意志を無視し、ヒンガムの小さな家に移った後、スワントンモーリーの家を放棄した。1637年、ローズ家と共にイングランドを立ち、ジョンドロシー号に乗り、アメリカへ旅立った。 多くの資料には、その時15歳と伝えられるが、それは、後悔の許可が出るための年齢差称である。マサチューセッツ州植民地に公開した。同地、ヒンガムには、兄トーマスが1635年に定住し、町から敷地を与えられ、後にサミュエルに財産を残した。二度結婚したが、トーマスには、子供がなかった。ヒンガムの、 オールドシップ教会の建築を手伝った。1649年頃、アイルランド島のマーサ・ライフォードと結婚し、11人の子供がおり、1650年8月25日に生まれた長男もまたサミュエルと名付けられた。4男、モルデカイの子孫からは、エーブラハム・リンカーンが出た。経図学者は、アブラハム、サムエル、イサク、ヤコブ、モルデカイなど、 マサチューセッツ湾植民地の初期のピューリタンの入植者の間で一般的に使用されていた聖書の名前の多様を指摘している。サミュエルの子孫は子供にサミュエルと命名するのが多かった。母方の家系はエクセターのギルマン家である。母、ブリジット・ギルマンはイングランド・ヒンガムのエドワード・ギルマンの娘である。母の兄弟エドワード・ギルマン・ジュニアは後に、 マサチューセッツ州ヒンガムに移住し、イップスウィッチ、さらにエクセターに引っ越した。同地で、ギルマン家は、商人、政治家として栄え、アメリカ合衆国憲法署名者、ニコラス・ギルマンを輩出した。1937年、マサチューセッツ州ヒンガムのオールドシップ協会で、サミュエル・リンカーンの到着300周年を、名番の封建で記念した。 イギリスのフォークスワントンモーリーにある祖父、リチャードの家。現在は村のパブ。ありがとうございます。